三菱本館は、かつて日本の東京都千代田区丸の内にあった建築物である。別称は、第22号館、三菱第22号館、三菱22号館、三菱仮本社、三菱本社本館など。ここでは、同建物の増築である、三菱本館新館についても記す。明治時代に建築した第1号館を講師として、丸の内地区において、 多数の辞書、建物を建築、保有していたかつての三菱合資会社が、その本社とすべく、東京府東京市高島地区八重洲町一丁目一番地の辞書における建築を企て、その設計は、検証募集をもって、一般の建築家等より素案を募らんとした。会社は常実の趣旨より、1911年10月、一般の新聞並びに建築雑誌等において、 検証募集を広告し、1912年3月31日の期限までに応募者54人にして58案の提出があり、審査員は、専門家側編三島グマを長と、なし、ソネタツ助ウ、やコンドル、会社側、岩崎小屋田他,他3人にして、合計7人による審査の結果、木後幸三郎を筆頭に、以下に等、池田実る 三等、内田昭蔵の順で選出された。しかるにその案は、会社の事情により体現されることなく、三菱合資会社辞書家による、外観、規模ともいにする設計がなされた上、1915年11月13日より、工事に着手されて1918年4月完成に至り、第21号館に続くものとして、第22号館、三菱本館。 三菱狩り本社などと呼称された。同年10月25日よりは増築に着手され、1921年8月30日、その全工程のなされるところとなって、これは三菱本写真館などと呼称された。1937年には別館が建設された。第二次世界大戦で日本が敗戦した後の1946年1月15日よりは、 連合国軍最高司令官総司令部が接収し、1956年1月21日、特まで女子軍人宿舎並びに郵便部隊用となした。接収解除後、会社はこれを再び三菱系企業のように供したが、より規模大なる貸し事務所の建築を図り、1971年より、これの取り壊しに着手し、 跡地において三菱ビルジングを1973年完成させた。設計は桜井小太郎を責任者として藤村明などがこれに当たった。ありがとうございます。